アジアのコーチです。アーティックコイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね。メンターの見つけ方、付き合い方とはということで、まあ、メンターというのは師匠のことです、ね、先生のことです。1つ目、メンターはお金を払って探す。2つ目、メンターの最高価値を見つける。3つ目、メンターはお金に困っていない。金では買えないものを差し出す。4つ目、メンターの意識下にうまく認識されると、メンターの力を使うことができるようになる。ということで4つのテーマでお話をしていきます。まあ今日はこれ YouTube のコメント欄にあったご質問です。で、まあメンターっていうのは本当に先生師匠のことなので、まあ基本的には、まあ、スポーツであろうが、会社経営だろうが、まあいろんな方法、ダイエットだろうが英会話だろうが、メンターを見つけるのが非常に有効的だというふうに思います。で、1つ目、メンターはお金を払って探すということで、まあこれセミナーとかですね、何かスクール的なものとかを、まあ、お金を頂戴しながらやってる人がいれば、そこに入るのが最も手っ取り早いです。で、もちろんお金がまだ溜まってくる前は当然本を読んだりですね、少額のセミナーとかに出て勉強していくということと、まあ、オンラインサロンみたいな、低料金でたくさんの人数がいるところにまず入ってみるというのも一つの手だというふうに思います。まあ、ただ今回言うのは、値段が高くてなるべく少人数でリアルタイムで会うことができるっていう、この3つがポイントなので、まあ、基本的には酒飲んだりご飯食べたり、まあ、もしくはもう温泉とか一緒に行くレベル、あとはゴルフとかやったりですね、リアルタイムを共有できるようになると非常に良いということがあります。で、まあ、これは最後の方でもう一回述べます。2つ目、メンターの最高価値を見つけるということで、まあ、これジョン・F・ディマティーニのディマティーニメソッドとか、いろいろバリューズファクターとかいろんなワークがあるんですが、まあ、バリューズファクターと呼ばれているものの中に最高価値が出てきます。まあ、基本的には相手のスペースを多く使っているもの、あとその人が時間を使っていること、あとそれをやるとエネルギーが高まることとか、あとはお金を投じていることですね。これがその人の最高価値になったりするので、まあ、私だとオークションよく探していて、コインを買ったりするところにお金も時間も投下しているので、まあ、あとコインの本とかですね、資料もあるので、まあ、別に自分の最高価値がコインっていう気もないんですが、実際にはそこにたくさんのものが投下されているという状況です。なので、これメンターのこれを知ることがまず大事で、言い方悪いですけど、相手の長所、相手の好きなことこそ付け入る好きなので、ここをまず探らなきゃいけないという感じです。基本的には先ほどの高いとか少人数とかリアルタイムでやってる場合に、まあお金を払って生徒に教えてるということなので、基本的には教えてる通りにそれを実行して結果を出すことが最も大事だと。ダイエットだったら痩せる、英会話だったら英語が話せるようになる、お金稼ぎだったらお金が稼げるようになるということが、その教えてるメンターにとって最も大事なことの一つなので、結果を出すことが非常に重要です。で、メンターにとってできる生徒ほどありがたいものはないと。まあ、要は自分が時間をかけてマスターしたレベルの内容を教えることによって、その人も結果を出せるんであれば、自分が人生の時間とお金を投下してやってきたことが無駄にならないからという意味です。で、3つ目大事です。メンターはお金に困っていないと、お金では買えないものを差し出すということで、ある程度のレベルまで行くと、もうお金を稼ぐのは本当に暇つぶしの人がいます。もうこれ結構いるんで気をつけなきゃいけないんですけど、なのでお金を狙っているのではなく、まあそれは対価を払ってもらわないと、全く関係ない人までいっぱい集まってきちゃうから、お金で仕切ってですね、線を引いてお金を対価でもらっているだけと。で、このメンターたちが何に困ってるかということを探さなきゃいけない。なので、メンターが好きなものは生徒の結果とかですね、まあもしかしたら人によって健康に困ってるかもしれないし、まあいろんなメンターが困っていることがあるので、その困っていることを解決すると非常に喜ばれるという感じです。個人的に私の場合、YouTube の質問が来ると非常にありがたいと。
YouTube はネタがなかなかなくなってくるので、まあこれについて教えてくださいとか、もしくは動画にできそうなコメントが入っていることがありがたいので、まあ仮に私をメンターとした時には、それが入っていると石山はありがたいという感じです。4つ目、メンターの意識下にうまく認識されるとメンターの力を使うことができるようになるということで、このメンターの先生のですね、師匠の意識に自分が書き込まれると、このメンターの力をそのままコピーしてくることができるんですね。で、これは今何を言ったかというと、 A さんという生徒がいて、 A さんはメンターの通りに頑張って結果を出し始めてきたっていう非常にいいやつと、メンターが困ってるものも出してくるって言った時に、ここに意識の共有が起きて、お金の器が広がったり、人間関係が良好になったり、何か降ってくる案件の規模が大きくなったりすることが生じると。なので最終的な目的はここですね。自分が時間とお金をメンターほど投下しなくても、要はそこに差し出さなくても、このメンターが使った時間とお金をショートカットしてですね、取りに行けるので、まあこいついいやつ、できるやつ、使えるやつというふうに思われることが非常に重要で、深いレベルでこれはメンターのことを理解しないとなかなかこの領域に行かないので、私とかも全然あなたと直接利害関係ないよねっていう人に、会いに行っていいですかとか言われることがよくあります。で、嫌だっつって断るんですけど、なのでここに何もないとメンターから嫌がられてしまうので、最初に言った商品サービスを買うとか、少人数で会うとかですね、そこで結果を出すとかして、うまく馴染んでいって、その力を使えるようになると非常に人生が豊かになるかなという感じです。まあ私自身には非常にメンターも何人もいて、まあ高額のセミナーとか払ったのも結構います。でもちろん本読んだりセミナー出たり、高額のセミナーやったり、そのスクールみたいなのに入ったりですね、あとは10年間修行したり、今でもマーケティングの勉強とかもしてますし、なのでここを時間とお金を使って良い先生を見つけ、そのコンテンツ、その人をそのままコピーしてくると非常にいい結果が出ると思うので、ぜひここはチャレンジしてですね、見つけていくといいかなと。で、だんだんメンター自体がお金持ちになってくると、なかなか本当に相手してくれないので、まあそこだけ気をつけて、なるべく少ない人数のところに入れるといいかなという感じです。で、この探す相手もはっきり言って、もうかなりの成功者レベルを探していかないと、中途半端な人から習ってもほとんど意味がないというのが私が出している結論です。本日の動画がためになって面白かったという人は、ぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄、このようにご質問とかですね、ご感想をいただけると動画作りのヒントになりますので、ぜひコメント欄にご記載いただければと思います。あとチャンネル登録のボタンですね、こちらのに出てますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレターを発行しているのと、たまにこのコイン買った方がいいよとかっていう案内を出しています。まあ、今日ちょうどセミナーのご案内の LINE とかメールを出していたので、ぜひ登録していただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。